速報です。速報です。はい、はい、突然ですね、中田翔が巨人へトレードされたという、はい、まあ、ビッグニュースが入ってきましたけども、はい、まあ、まあ、8月いっぱいまで、うん、トレードの期間ということで、そう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 、あったよね、はい、うん、まあ、それで、まあ、ギリギリとは言わないけど、うん、まあ、暴力事件があった中田翔がどうなるのかということで、はい、まあ、うん、心配された方もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、あの、まあ、巨人へと決まったということ、はい、まあ、一説では、うん、まあ、あの、栗山監督と石井監督の、はい、ヤクルト時代のね、はい、楽天時代のことで、うん、まあ、楽天ということも噂されてたこともあったけども、そうですね、まあ、でも中田翔を抑えるというか、ちゃんとした仕事をさせる、うん、扱う、はい、そういうことを考えるとやっぱ原監督しかいないっていうふうに、まあ、前の動画でもそうですね、湯坂さん先日も移籍をするのであれば、うん、はい、まあ、巨人とかではないのかなっていう話はありましたよね、うん、やっぱり巨人の原監督でしか抑えが効かないと思ってたし、まあ、抑えが効かないっていつも暴れてるわけじゃないけどもまあ、野球ということにこう真摯に向かうに、やっぱ原監督の下でやるっていうのはすごく俺はいいと思ってて、だから中田翔もこう変われるかなっていうふうに思ってんだよね、はい、だから非常にいい、まあ、トレードだったかなという。うん、ただ罪は許されてないよね、はい、やっぱファンの皆さんもすごく怒ってる方もいらっしゃるし、そうですよね、でもうこんな選手は解雇じゃないかっていうことも言われてるけども、やっぱりこうあそこまでの選手だし、あそこまでの選手とかくらいで物事を決めるんではないけども、やっぱせっかくプロ野球というところに身を置いて、まあ、人間というのは間違いも起こすし、そういったことでもう一度巨人が中田にチャンスをやるということだから、うん、だから中田翔も本当に身を粉にしてね、働くぐらいのつもりじゃないとダメだという、では前の動画でも言ってた、やっぱ巨人じゃないかっていう風に扱えるのは巨人じゃないかと言ってたけども、うん、やっぱまあその通りになったという、うん、ことなんだけどね、はい、まあ、巨人に入ってやっぱ、うん、原監督だけではなくて、はい、元木コーチが多分中田翔を全員の前で多分紹介すると思うんだよね、はい、まあ、その時に何て言うと思う、何でしょう、俺元木の性格からしたら、はい、中田翔を、はい、日本ハムから来ました、暴力事件を起こした中田翔ですって絶対言うと思うよ、はいはい、そこで大爆笑に多分なると思うんだけども、なんていうの、そういうこうつかみっていうのもヘッドコーチの元木がうまいし、はい、まあ、原監督はこう1対1でね、監督室に呼んでちゃんとこう話をする人だから、うん、中田翔にとってもいいと思うよ、うん、例えば人生とは何だとか、野球とは何だとか、そういうことを知る上では巨人が一番いい、うん、それと選手の中で見渡すと、うん、やっぱ坂本の存在っていうのがすごく大きい、うん、なるほど、やっぱり野球に、まあ、若い頃坂本もやんちゃだったよ、うん、でも大人になって日本のリーダーになっていった、うん、で中田翔も坂本には一目置いてると思うよ、はい、そういう意味ではね、はい、あの若さで2000本打ち、うん、あれだけの偉業を成し遂げてきた男がいるという、はい、まあ、だから坂本がやっぱりいい具合に取り込んでやると、うん、本当にいい戦力になると思うんだよね、はい、中田翔は、はい、だからそのやっぱファンを暴力事件で裏切った、うん、ね、今度はまあ巨人に行って日本ハムのファンの方には申し訳ないけど、うん、だけど巨人でやっぱ選手中田としてやっぱ償いをしていくという、はい、いうことがすごく大事だから、ここ中田翔に課せられた成績はホームランだけで言えば40本、はい、打てる力がある、で札幌ドームで31本打った、うん、まあ、成績ではキャリアハイをね、はい、31本という数字を持ってる、東京ドームだったら40発打てるよ、うん、間違いなく、はい、で中田翔もやっぱ、札幌ドームということでぼやいてたことがある、やっぱ中田翔は、ね、ホームラン王を取りたい、はい、まあ、打点王は取ってるけどね、うん、だけどそのホームラン王も取りたい、やっぱホームランバッターとして認められたいという、うん、思いが強くてね、はい、で札幌ドームの広さを少し嘆いてたことがあるんだけども、うん、だけどこれが東京ドームに本拠地を移すということ、またそのセ・リーグの球場っていうことを考えるとね、はい、
そしたら40発は打てる、うん、で今の布陣を見てみると、巨人のね、はい、見てみるとファーストに中島とか、はい、ウィラーとかいろいろ入るんだけども、はい、長友翔がファーストに入ることによって、うん、ウィラーレフトに固定、うん、中島が代打の切り札として層がめちゃくちゃ厚くなるんだよ。だから阪神を追うことに長田翔はいい戦力になれれば、で中田翔が入ったことによって阪神をひっくり返し優勝できることがあれば、中田翔の存在というのは生きていく、うんうん、だからまあ巨人は今年3連覇に向けてもう必死に戦ってるわけだけども、うん、まあそこでやっぱあれだけの問題を起こした中田翔に手を差し伸べたっていうのは成績だけではなくて、やっぱ一人の選手、やっぱプロ野球に入ってきた一人の選手としてまだもったいないだろうって、お前できるよっていうね、うん、原監督のメッセージが巨人へのトレードを動かしたような気がするよね。まあ栗山監督と原監督も非常に懇意していて、うん、まあ栗山監督は原監督を慕ってるんだよね、うんうん、だからまあ楽天もおそらく話があったんじゃないかっていうふうには想像するけど、うん、石井と栗山の関係を、はい、栗山監督の関係を見た時にはね、うん、想像できるけども、まあ同じリーグでやっぱ出しにくいっていうこともあるし、取りにくいっていうこともあったのかなっていうこともあるし、うん、まあ想像だよこれはね、うん、ただその巨人はやっぱこう原監督が、いやあの選手はまだ使える、もったいないだろうって、かわいそうだろうって、このままね、クビになって路頭に迷うようなことがあれば、せっかくプロ野球に入ってあれだけの成績を収めたのに、もう一度チャンスをあげようと。でも中田に残されたるチャンスは1回だけだから ね、 ですね、もう他にはいけないよ、はい、うん、だからもう巨人に本当に真摯に向き合って、うん、成績を収めるだけ、うん、そういうことをしないとダメだよね。これはこの今回の移籍ということで、中田選手からこう何かこう発することがあるでしょうかね、こう機会が。大体トレードっていうと、うん、その新しくこうトレードになりましたっていう風な感じで会見みたいなのあるじゃないですか、やっぱり近々あると思うよ、そうですよね、うん、だからやっぱ本人の口からこう今回 の、 事件っていうか、うん、起こった暴力の問題と、うん、今回のトレードについての話が直接聞ける機会が近々ある。まあそうだね、まあ、記者会見もあるだろうから、うん、まあ、そこら辺はまあ喋るかどうかっていうのは難しいけどね、うん、これはあのトレードのあれだから事件の会見ではないから、だからそこら辺は質問として飛ぶかもわからないけど、うん、ね、これは巨人側がいや今はその質問はやめてくださいって言うかもか、いう可能性もあるしね、うん、ただやっぱり真相は、うん、でも中田が開口一番大変騒がせて申し訳なかったと、で同僚に対しても本当に深く反省をし、うん、まあ、謝罪をしたいと思います。まずこういうことから入った方がいいねと思いますね、うん、で巨人に、うん、巨人にもう拾われたという形だからさ、うん、だからあのいやもう巨人に対して、うん、もう本当に感謝をするし、あの誠心誠意一生懸命野球に取り組んでいきたいと思いますぐらいのことは、うん、でいいと思うけどね、はい、うん、まあ、でもそれをねやっぱファンの皆さんであったりとか、うん、まあ、応援してる人たちもたくさんいるので、うん、やっぱそういうことは直接ね、いや直接聞きたいと思いますよね、うん、中田の口から聞きたいでしょやっぱりね、うんうんうん、だからそれは中田のそれは使命だと思うし、うん、巨人側がそうさせると思う、うんうん、で巨人に入って、うん、俺おそらく中田びっくりすると思うけども、はい、やっぱりね選手が負ける怖さを知ってるんだ、はい、勝つ難しさとかそういうことじゃない、負ける怖さを巨人は知ってる。だからもう上昇軍団と言われて負けたら叩かれる、中田が打たなかったらもう蜂の巣をつついたように、はい、もう非難される。これは巨人のもう誰しもが追う宿命みたいなものがあるから、うん、はい、そのぐらいやっぱり巨人はやっぱ注目されてるということ、うん、だから中田翔負ける怖さを知ることになるよ、はい、打てない怖さを知ることになるよ。なるほど、うん、まあそしたらこう中田翔選手にとっては、うん、全く初めて身を置く環境と言ってもいいぐらいチームがガラッと変わるってことですよね。いや全然違うと思うよ、うん、またパ・リーグとセ・リーグっていう質の違いもあるしね、はい、ただそのまあ、パ・リーグのバッターはあれだけ打ってきたバッターだから、うん、少し、
楽って言ったら変だけども対応が効くかもわかんないよね。うん、うん、だからそういう意味では成績は俺は上がってくると思う。ただやっぱり今何やってるかわかんないけども、はい、やっぱ体は絞っとかなきゃダメだよ、うんね、今のコンディションにちょっと気になりますよね、うん、やっぱあのフルスイングして腰を痛めたりだとか、うんうん、そういう故障箇所もできてきてるから、はい、だから本当に体調万全に、まあ、山口がねあのアメリカから帰ってきて、うんうん、本当大丈夫かって投げれるんかいっていうふうに思っていきなり先発して、うんもう回答を見せてくれた。素晴らしかったですね。素晴らしかったよね。やっぱそのぐらいこう今から追い込まないと、うん、まあ球団の敷地には入れないと思うけど日本ハムの、はい、外走ったりだとかさ公園に行ってバット振ったりだとか、うん、もうダッシュしたりだとかさそういうことをもう本当にやらなきゃダメ、うん、ただやっぱ北海道を離れる時にね一つのメッセージだけはやっぱ残していってほしいな。そうですね、うん、まあ日本ハムの方もそういう、うん、場を設けてやってほしいなって思うけどね、うん、まあ中田が抱えてるいろんな問題そういうものは巨人軍の力でやっぱこう抑え込む力があるから、うん、だから大丈夫働きやすい環境になってくるから、はい、そこでいかにできるか、はい、俺はまだ期待してるから、うん、まあ頑張ってくれると思う。でも頑張るだけがね、うん、あの中田翔の使命ではなく、はい、やっぱり世の中に対してこれだけの騒動を起こしたという、うんね、ことを反省を常に しないとダメだよということ ね、うんうん、まあいいチームに入った、まあ、一発目に、ね、原監督が言うのか本木が言うのか本木ヘッドが言うのか分かんないけど、はい、はい、暴力事件の中田翔が来ましたよって皆さんの仲間だからってね、そういう柔らかいなんかブラックジョークの中からなんかこうスタートするような気がします。まあその方が本人も、まあ、周りの選手たちも触れていいのかどうなのかみたいな状況でギクシャクするよりはもう一発ドンってやってクリアっていう状態の方がいいですよね。だから原監督もジョークがね、うん、上手い人だし、はい、元木なんかは その上に行くジョークの上手さがあるし、うん、で元木ヘッドが中田翔をいじるよ。そうです、ね、仲間に入れようとしてもうそういったことが今まではなかったでしょうしね。多分ねこう腫れ物に触るみたいな感覚で扱われてたと思うよ、うん、でも巨人ではそういうことも気を使いながらやってくれるヘッドコーチがいるしね、もうとにかく野球に集中して、うん、頑張ってほしいと思います、ね、そういう懐に飛び込んでいくようなこう、うん、ね、中でね、できるといいですね、うん、そうだね、はい、まあ、いつから巨人のユニフォームを着て指導するかわからないけども、はい、そうです ね、はい、まあ、とにかく頑張ってほしいと思う。もう最後のチャンスだぞ翔、頑張れ。